はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつざりょうでございます。私の持論でですね、義務教育で異性学を教えるべき。という話してました。まあ、男子生徒にはですね、女性ってこうなんだよ。キュウリ、まあ、玉ねぎがない。買ってくるわ、つって、2時間も帰ってこない。それが女性です。とかですね。男は不必要な危険なことしたがります。女性には理解できないでしょうけど、それが男ですとかですね。まあ男女の違いをそれぞれに教えるという異性学ですね、そういうのを教えるべきと言ってましたら、とある女医さんから賛成賛同のお手紙いただきました。何でもそのお手紙によれば、女医の方が患者の話を聞くし、細かい際に気がついて、なんか病気の原因に気がつくのが多い。男性医は患者の話は上の空だが、治療方針の組み立てや専門分野では圧倒的に、女性よりも上と。お互い向き不向きを理解し、得意分野で生かすのが合理的。なので異性学は賛成、異性学を教えることは賛成。なるほどなるほど、ということはですね、女性が間口となってですね、まあ一番目に、なんか具合悪いんですって、一番目に行く、町の病院は女性が見てですね、まあ細かいところによく気がついて、病気の原因見抜くらしいですからね。で、これはこうだっつってですね、その上の専門的な治療、例えば肺のがんの専門の外科医みたいな、そういう専門的な範囲が狭まってきたら、それは男に任すみたいな分担が合理的なのかな、この話を お医者さんのこの話聞きますとね、と思ったりですね。女医さん、男性は探し物を見つけられません。なんても書いてありまして、これ目の前にあんのに気がつかねえんだ。あと集中してる時は話しかけても返事もしねえんだみたいなことを書かれておりましたけれども、まあ、男女の注意力と集中力の違いについてですね、こんなことがもう判明しております。男女の注意力と集中力。まあ、女性はですね、全方位。射程は短いんですけど、自分の全方位、まん丸く。男はですね、前方にですね、細長く注意力と、集中力が、分散してるっつうかね。これは男が狩りを受け持ってですね、女性がですね、家庭っていうか居場所の保守の分担のため、こうなったと言われておりますけれども、男は後ろに立たれても女性より気がつかないみたいですね。あとは家庭、部屋がなんかちょっと変わってても女性よりも気がつかない。女性はすぐね、ピーンときますから、女性の勘ってやつで、旦那が浮気しててもすぐにピーンってきちゃいますからね。これ狭い範囲ですけれども、まあ自分の周り全方位濃密に集中力が行き届いてるのかな。男は前の方ばっかですけどね。身の回りのことに無頓着、探せないっていうのも、まあ男はこうだから、横とか後ろとか苦手、なんじゃないか、思います。で、範囲が狭い専門分野での集中力が勝るっていうのは、まあ前の方に尖ってっからでしょうね。あとですね、余計なことを深掘りして、これ今必要ねえよなっていうようなことを深掘りして追求していくのが、まあ男の方が、女性にしたら不必要と思えることもやるのが男ですからね。専門分野で深掘りっていうのは男が得意なんでしょうね。男は複数の同時思考が不可能であります。なんか集中してる時話しかけても気がつかないっていうのは、まあまあこれで意識が前の方に行っちゃってから、わかんないんでしょうね。横から話しかけても全然ね、まあ女性に比べての話ですけど、女性は狭い範囲での注意力は圧倒してますが、射程が短い
複数の同時思考可能などなど、女の人はあのマルチタスクで、いろんなことを考えながらあのできるって、まあ料理なんかもそうなのかな、段取り考えながら洗い物しながらあのちゃっちゃとやっちゃうみたいなの得意なんでしょうかね。男はあの一つのことしか、一度に一つのことしかできないですけどね。まあまああの左翼のですね、男も女も平等にっていうのは平たく等しくしようっていうのは無理がありますよ。もうこうなんだってあの判明してるわけですから、判明してるわけですから、これねあれなんだって、女性の方がですね顔近づけても苦になんないらしいっす。男はですねあの前の方のあの快適距離が長いんだって。どういうことかっていうと、まあ、 あの初対面の人に男は1メーター以上面と向かって前に座られると居心地悪く感じても、女性はそれが50センチである、まあ、射程が短い、でですね飲み会の時に女性がですね男に顔をちょっと近づけてきて喋ってるのをですね男は誤解してですね俺に気があるなんで誤解しがちである。女性は前の方に射程が短いから顔近づけても平気なんでっていうような論説読んだことがありますけれども、まあまあこういうことも、義務教育で、男子生徒に、教えるべきだよな。誤解すんなよ、顔近くてもお前に気があるわけじゃないぞというようなですねことをあの男子学生に小さいうち教えてですね、大人になって誤解して飛んだことにならないようにね。まあ、あの無理があるって話ですよ。左翼ってそういえば報酬は一律で平等とか言って、まあまああの何でもかんでも平等に従いますよね。ソ連なんかそうでしたよ。でね、あのリアリストがですね、それじゃ全員がなるべくサボるようになっちゃうんじゃねえの、まあ、ソ連は事実これで崩壊しましたもんねっていう反論は無視するんですね、左翼は。そういうのは考えたくないとかですね、そういうのはやってみないと分かんないとかですね、無視すんの。左翼、外国人に生活保護とか言うのは言うんだけど、言いっぱなしでですね世界中から怠け者が押し寄せたらどうすんのっていう反論はですね無視、考えたくないとかですね、世の中そんな怠け者でずるい人ばかりじゃないから言ってですね、まあ無視するんですよ。こうなるに決まってんじゃん。左翼、経営者の半数を女性にとか言うは言うんだけど、言いっぱなしね、言いっぱなし、それに関する責任取らない。フィンランドで大失敗してんだけども、それ上場企業の 40% が上場基準を満たさないほど業績悪化しちゃったんだけど、それって言ってもですね無視するんだね、考えたくないとかね。左翼、医療費を無料に、大増税必要だけどどうすんのそれって言っても無視ね、全く無視、考えたくない。まあ結果考えずにその瞬間に綺麗事言いたいだけなのが左翼なのかなと私は思い当たりました。それによって、起こされる結果のことは全く考えない、先のことは考えずにその場その場で綺麗事言いたい、平等だの人権だの平和だの、これが左翼ですね。まあ、バカな無双家、無責任とも言いますけど、まあ、バカ左翼にですねテレビが味方主催しなければですね賢い酒が読めるですね我々リアリストの敵じゃないんですけどね、ことごとく反論してことごとく潰せんですけどね、相手に聞く気があればの話ですけど、聞く気ねえからしょうがねえよなあいつらはな、バカで。テレビ改革の手段としてのスパイ防止法、これが必要だ、私はあのそういうふうに考えるに至りましたけれども、これなしにはですねあの国民投票前にですね全力の死に物狂いの大反対、
大宣伝されてですね、会見もおぼつかないであろうスパイ防止法なんですけれども、昨日の国会でですね、維新の馬場幹事長がスパイ防止法についてどうすんの、どうする考えなの、聞いたところですね、空っぽ人間岸田総理がですね、さまざまな議論があると承知しております、国の重要な情報などの保護に図ることは極めて重要であり、必要な取り組みの充実強化に努めてまいりたいと、相変わらず空っぽ答弁、早く高市さんに代われということなんですけどね、このね、国の重要な情報などの保護を図ることは極めて重要であり、そんな当たり前のことを言われたって、石破茂もこれね、なんとかかんとかは重要なので、知ってるわバカっていうような、まあ空っぽに、あいつも空っぽ人間ですからね、その場その場で何か言ってりゃいいって話ですね。高市さんに早く代われバカ、空っぽこの野郎。ネットの反応です。岸田流聞き流し発動、やる気ゼロ、どうせ何もできない、努めてまいる、善処するは何もしない宣言、聞くだけ聞いて口先だけで逃げる、波風立たせたくない岸田じゃスパイ防止法無理、さまざまな議論って反対派はスパイかその仲間だろ、スパイ防止法に反対する人間はスパイ、しっかりやるぐらいの約束できんのか、岸田には期待してないし到底無理、どうせ考えるだけ、適当言ってごまかそうって決断は早い適当なこと言って、なんかおざなりなこと言って空っぽなこと言ってごまかそうって決断は早いですね、つうかそれしかやってなくね、決断も何もそれしかやってなくね、60過ぎまで64だっけかな岸田総理、それでやってこれたんだ、へえ、ずいぶん周りは生ぬるい環境だったみたいですね、総理になりたかっただけの人ここまでやる気がないと、総理自身がスパイだと思われても仕方がない、全くやる気がない時に出てくる言葉、さまざまな議論がある、石破もこんなこと言ってましたね、さまざまな議論を聞くことは極めて重要だから言ってね、まあ空っぽなんですけどね、考えていきたい、考えていかなければならない、総合的に判断する、時期を見て判断する、何か言ってるようで何も言ってないね、空っぽ、ああこれは岸田政権のうちはですね、スパイ防止も無理そうですね、なんかね、すなわちテレビの改革も会見も無理そうですね、何でもかんでも先送りしてて、溜まった利子を返す気がないから、こういう風に何でもかんでも先送り、できんだろうな、その場その場でですね、綺麗事言えればあと知らねっていうの、左翼と一緒じゃないですか、岸田総理、左翼と何が違うの、鳩山菅直人野田よりましてレベルで、もうバカは早く高市さんに代われって話なんですけどね、どうも早く高市さんに代わって、韓国政府各国大使館に旧正月祝いを配布、日本大使館にも届く、それがこれなんですけど、まあおちょこがついた酒みたいなんですけど、箱の蓋の上の方に竹島が印刷されてて、まあ、日の丸しょってんのがお笑いですけれども、竹島が印刷されておると、日本政府は受け取り拒否、品物を返却、送り返し返送、韓国政府に強く抗議したそうであります。ネットの話です。ゴミを返却、喧嘩売ってんのが上等だ、抗議はもういい、制裁よ、これも宣戦布告やろ、倍にして殴り返す、まともに報復しないから舐め切ってる、無能総理や外務大臣はヘラヘラしながら遺憾と言うんだろうな、紛争地域でないと言いながら自ら紛争する、紛争化するバカ政府と、竹島が日の丸背負ってるんだが作ってる時おかしいと思わなかったのか、後で指摘されて焦ってるそうです韓国政府、後でこれ指摘されて、これじゃまるで竹島は日本の、領土って言ってるような絵じゃねえって、後で指摘されて焦ってるみたいであります。どこまでバカなんだ、そんなバカにこんだけ舐められているのも情けないったら涙が出ますよ。空っぽ岸田、韓国政府がガヤガヤ言うからっつって佐渡金山の世界遺産登録先送りしましたよね、本年度はやらない見送りしましたよね、押せば引くって思われれば嫌がらせ激化は当然ですよ。これは岸田総理が原因と言っても過言でねえがんな、この竹島の絵描いた贈り物をシャーシャーとして送ってきやがったのは、殴ってもあんな連中なら殴らないで分かってもらうっていうのが知能なさすぎですよ。知能検査受けろお前も。公認総理はですね、
岸田の残した負の遺産でしばらく大変でしょうね、これね。なんかどん何でもかんでも詐欺送りしてさ、溜まって溜まってしょうがねえんじゃねえ、問題が。まあ高市さんが公認総理だったら全力応援しますけどね。もし河野が公認の総理になっちゃったら、まあ負債に押しつぶされるように全力でディスると。こういうような方針を私は立てております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。